皆さんこんにちは、橋本のどかです。福岡県八女市出身、声優役者をやっております。よろしくお願いいたします。はい、今回も始まりました、のどかなわっチャンネル。今回は何をするんですか？はい、はい、これはゴブレットゴブラーズ。今回はこれで遊んでいきます。一緒にライブ配信をやっている入江彩乃ちゃんが遊びに来てくれました。はじめまして、こんにちは。どうも、自己紹介お願いします。はい、北海道上富良野町出身、声優役者をやっております入江彩乃と申します。よろしくお願いします。現在は女優によるプロレス団体のアクトレスガールズでプロレスラーとしても活動しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いしますルールがね、とりあえずいわゆる丸罰ゲーム、丸罰ゲームで、それぞれが大中小の大中小コマがあって、うんうん、でまあどれでも好きなとこに置いてって、うん、まあ、縦横斜め揃えれば勝ちで、唯一ちょっと特殊なのが、ちっちゃいのに対しておっきいのをかぶせることが、あ、食べた、うん、かぶせることができる。そうそうそう、それもある。食べられた。そう、これは食べられない、うん、で、かぶせてもいい。で、同時に取ってもいい。そう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 、それもあり、うん、取って移動させるもあり。あ、うん、なるほど、うん、で、もちろん下に何もなくても移動させてもいい。ほうほう、うん、それで縦横斜め揃えると。じゃあじゃんけんでどっちが先か。あ、もう始まりだか。オッケー、いいんだ、何も。じゃんけんで、じゃんけん、はっ、あー、負けちゃった。え、でもこれ絶対、私思うんですけど、真ん中これ置いといた方が絶対有利ですよね。わかんない、まだゴブレットのこともゴブラーズのこともまだよくわかんない。えっ、あ、違ってもいいや。はい、そうされるとさ、うん、そっか、これでも、あ、これでもいける。読めてない。難しい、だって丸罰ゲームやったことないんだもん。これはこれはむずいぞ。最初はグッドグッポイ、アイクショ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 。じゃんけんが圧倒的に弱い。あえて違うところから始めてみる。うん、センターゼロ番、そうよね。で、こうするとこうするでしょ。オッケー。そうね、そうね、うん、そうね。いい気がするな、うん、そうだね。こうなるとどうしよう。こうなるとこうするしかない。なるとこうなると、だからなんじゃ、それでこれはだから展開がないぞ。それでやらの？やらの？どうかな？こうすると、うん、そうなるから、これ、ぎゅん。
毛が抜けた毛が抜けた毛が抜けた。わかった。最初受けジャンケンぽい。いやーじゃんけんが圧倒的に弱いんだよ。はい、もう分からん。嘘でしょ。うん、合ってる合ってる。もう分かんない。うーん、違う。いいよいいよ、慣れてきてるよ。成長してる。どうしよう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 。はい。五、四、三、二。それとどうしたらいいんだ私は。私の中くらいどこに行ったんだっけ。私の中くらいどこ行ったんだっけ。この中か、この中にあるよ、きっと。え、待って、そっか、こうしないとだよね。あー、危なかった。10 5。なあ、そうされると、そうされると、こいつを、どういうこと。これはどういうこと。どうしたらいい。攻め方ももうわからん。何を守ったらいいかもわからん。こうでしょ、こうでしょ。10。あー、どうしたらいいの。10。え、なんかいたっけ。振っちゃダメだよ。5 4 3 2 1。あ、はい、あ、無理だ。途中さ、オレンジオレンジ水色があってさ、食べる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 2回ぐらい食べられなかった。嬉しかった。丸罰ゲームは難しい。いや、頭使いました。うん、喋れなくなっちゃう。喋らなきゃと思うと大事なところを見逃すっていう。総評デデン、総評デデン、集中力。あいのは喋りながらはできん。